はい、ミニアトラスラジオの時間がやってまいりました。ちょっとですね、今日はどういう話をしようかなと思ったんですが、ドラえもんの都市伝説について話をしたいと思います。ドラえもん、まあ話題にはこと書かないんですが、アトラスニュースの、記事をもとにですね、いろんなことを話したいと思います。まずですね、ドラえもんで放送事故があったみたいですね。これはですね、ちょっと有識ことなんですが、2020年3月14日アニメドラえもんにていつもよりイレギュラーな放送があったと話題になった。番組は通常星野源の歌うドラえもんのオープニングで始まり、その後は2本の本編が放送されエンディングへとつながるのだが、なぜかこの日はオープニング曲が流れず、いきなり本編が始まるという変則的な放送であった。これ不可解ですね。こんなこと普通ないんですけどね。このところコロナウイルス騒動の影響で様々なアニメが続々と放送延期になっている。まあこれそのアニメーターの制作会社がね、中国にあったりするとなんか遅れてるみたいですけどね。例外なくドラえもんも3月6日公開予定であった劇場版が上映延期になっている。これはまあ、感染、クラスター感染を警戒して延期したんですけど、なんとも不本意な話題が出ているアニメ業界だけに、とりわけ長寿アニメ番組のドラえもんのオープニング曲が流れなかったことで、何かよからぬ事態が発生したのではないかと視聴者は錯覚したのではないだろうか。なるほどね。とはいえドラえもんがオープニングを省いて放送したのは稀にだが過去にも何度かあると。2017年18年にもあったのだが、今回のようにオープニングがなかった代わりに通常2本の本編が3本も放送されていたのである。これは大盤振る舞いですね。今回は地球製造法、マジックチャック。ね。マジックチャックは2本。あ、で合計3本。ドラえもんファン、特に現在学校に行くことで、外で遊ぶことさえもできない子供たちにとって、いつもより多くのドラえもんを見ることができたことは、さぞや嬉しかったに違いない。なるほど。3本流してくるわけですね。これはなかなか粋な、ね、ドラえもんにまつわる話ですけど。で、ザワつく金曜日、僕も一度出していただいたんですが、こちらの方でですね、長嶋一茂さんがドラえもんを描いたんですね。一茂さんの描くドラえもんがですね、あまりにも絵が下手で、作画崩壊してる。まあ、作画レベルまで行ってないですけどね。まあ、どうやったらあんなに似てないドラえもんを描けるのかなと。もう違う生物を描いてましたけどね。なるほど。それからこんなこともありましたね。ドラえもんでグロなシーンが放送というのがありました。ですね。まあ、ドラえもんのね、放送時間がね、土曜日17時からに変わったんですね。ちょっと僕は時々その時間帯、この前久しぶり見てみたんですけども、気持ち悪いですね。土曜の夕方のドラえもんっていうのがなんかね、気持ち悪いなと思ってはいるんですけども、まあその放送で何があったのかというとですね、こんなことがあった。8月23日、去年ですね。2019年8月23日放送された中がグロいとネットで話題になったと。この日放送されたのは立体パズルハンマー及び3体員の2本だった。なお、3体員は藤子 F 不二雄先生の原作をアニメ化したものであった。なるほどね。立体パズルハンマーは叩いたものをバラバラなパズルに、してしまう秘密道具で、サンタインは
三単位は何ですかね、これ。三単位は服用することで体を液状に変化させる薬なのだが、それぞれの子供向けとは思えない衝撃的な描写が多発したのだと。なるほど。立体パズルハンマーは最後スネ夫が修復不能までバラバラになってしまうシーンが差し込まれた。これはえぐいですね。スネ夫のバラバラ状態ですか。これトラウマになるんじゃないですかね、下手したらね。なんかね、これちょっと怖すぎるんですが、どういうことですかね。サンタインは薬を飲みすぎて気体状になったのび太の体が真っ二つになる衝撃シーンが放送された。まあこの日はもう両方ともグロいシーンだったんですね。この惨状にネットでは、今日のドラえもんなんかグロくない、人体バラバラネタが2本続くなんてといった声が相次いだ。たまにドラえもんはブラックジョークが強めな回もあるため、人体がバラバラになるお話は比較的多いのだが、2回も連続とはさすがの視聴者も予想外だったようだ。予想外ですね。なるほど。なお余談だが、1本目の立体パズルハンマーでは赤いベレー帽にパイプを加えた長身の男性が出てきた。その姿はドラえもんの原作者である藤子 F 不二雄先生そっくりで、おそらくこれは番組スタッフの遊び心ではなかったのだろうかとファンは想像している。なるほど。まあスネ夫バラバラっていうのはね、ちょっとね、子供は軽くトラウマって感じがしますね。はい、またこんなこともあったみたいです。ね、これ2019年9月のことらしいですけどね。何があったのかというと、9月6日に放送されたドラえもんは、ドラえもんの誕生日9月3日を祝うスペシャル編成で、新作エピソード未来のラビリンズとお菓子城ではアニメ放送40年の歴史の中で初ドラえもんにラップが登場したと。なるほど。ジャイアンが見事なラップを披露、トラブルを解決するというエピソードだった。ジャイアンラップやるんですね。だがちょっと待ってほしいと。ジャイアンといえば歌が下手、音痴ゆえに歌うと衝撃波が出るというキャラクターであったはずである。ところがこの日のジャイアンはテンポもキーも合っているし、韻も踏んでいる。小学生らしかなる抜群のラップテクニックを見せていたのだ。なるほど。どうやらジャイアンは普通の歌を歌うと下手だが、ラップとなると超人的なテクニックを発揮するキャラクターだったようだ。でもそんな設定ってありなのと。実はこの設定が加えられた理由として、ジャイアンを演じている声優の木村昴さんね、の特技がラップであり、あ、この前僕見ましたよ、テレビ東京で。ジャイアンの声やってる木村さんがラップをやってましたね。集団で声優さんがライブやってましたけどね。ラップ活動を行っているというのがどうやら真相らしいとね。テレ朝放送40年目にしてジャイアンの新しい特技が発表されるとは、ドラえもんワールドは奥が深いというふうになってますね。いやーね、音痴がね、キャラ設定の重要なファクターだったんですが、まさかラップをやり始めるとは。まあこれも時代といえば時代ですね。はい、アトラスラジオこの辺りにしたいと思います。ミニアトラスラジオもアトラスニュースとかお手紙とか読む、ミニコーナーですので、
夜までのつなぎとして皆さんご愛顧願えたら幸いかと思っております。はい、山口敏太郎でした。オカルトは知的なエンターテインメントだ。知的なエンターテインメントこそがオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それでは次回のアトラスラジオまでお待ちください。本日の講釈、これにて一件落着。